マスオ TV。 はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん、今回はですね、こちら今年も開封させていただきます、スターバックス福袋2024ということでですね、今年もね、抽選販売しているの当たりました。中にどんなものが入ってるのか皆さんにご紹介しながら開封したいと思います。はい、まあ、皆さんもね、知っての通りスターバックスの福袋って抽選販売なんですよ。だから結構ね、当たらないこと多いんだけど、今年はね、当たったんですよね。正直に言うと、今年当たらないと思ったから家族にもね、結構応募してもらったんだけど、今年はね、割とみんな当たった。いやー、いつもの年だったらね、全然当選しないな、当選しないなっていうのがね、かなりみんな当選してたから、どうなんだろうね。人気落ち着いてきたのかな?ちょっとわからないんですけど、こちら、スターバックスの福袋、ね、開封させていただきたいと思います。で、最初に言っておくと、このスターバックスの福袋、値段がですね、8000円になります。ですので、この中にですね、8000円以上の品物が入っていないと、まあ、そうすることになっちゃうっていうね。いやでもね、スターバックスさんの福袋は毎年で、ね、中身がいろいろ豪華ですから、楽しく開封させていただきましょう。では行きましょう。オープン。お、まずは紙袋を取り外すと、あ、出た。これめちゃめちゃ使いやすいやつっていうか、あ、ちゃんと袋になって入ってるじゃないですか。やったー。うわー、いい。いや、このね、スターバックスの福袋ね、何がいいって、この袋がまずいいんですよね。うわ、めっちゃいいじゃないですか。うわー、嬉しい。このね、ふわふわ感がたまらないですよ。このソフトな生地がとってもいいし、ここにね、ロゴが入ってるんですけど、これがね、またシンプルで、ね、普段使いしやすい、そういうね、袋になってて、すごくね、いいなって思います。2023年の話なんですけど、僕ね、スーパーに買い物行くときに、このスターバックスの袋使ってたんですよ。だから2024年もですね、さらになんか、前の年より入りそうな感じの袋具合なんで、めっちゃいいですね。では、中身見ていきましょうか。うわ、超楽しみ。じゃ、まず、一つ目が、こちら。なんだこれ、なんか例年よりもなんかいろいろ入ってるぞ。まず一つ目こちら、スターバックス福袋2024リバーシブルマルチケース。マルチケース、袋から出すとこんな感じで、リバーシブルっていうことですので、これをチャックを開けてひっくり返すと、おー、スターバックスっていうね、ロゴが入ったこういう袋にもなるっていうことですね。おー、マルチケースですので、まあ何を入れてもいいんでしょうけど、何入れて使おうかな。でもね、割と使いやすい気がする、このサイズ感は。で、中身がね、この袋と同じで、すごい滑らかな生地なんですよ。ですんで、僕とかだったら、こういうさ、パソコンの充電器とか、そういうものをここに入れて、で、持ち運ぶのもいいかなって思います。なんか実用的なものをもらえて、非常に嬉しい。これめっちゃいいじゃん。では、二つ目が、こちら!なんだこれ?うわ!これもいいね!スターバックス福袋2024ピクニックマット。おー、ピクニックマット、これもね、めっちゃいいよ。チビオとちょっとね、散歩とかピクニックに行った時に、そういうなんか敷物欲しかったんだよね、ちょうど。だからめちゃくちゃ嬉しいんだけど、広げてみると、おー、すごい!ちょうどいいサイズ感!ちびお、僕、うーちゃんが一緒に乗れる。すごい!しかもデザインかわいいし、裏面もね、しっかりしてて、生地がね、少し厚いんですよね。だから、マットの下に、例えば小石とかあっても、少しね、お尻守られる。そういうマットになってますね。で、このマットの部分なんですけど、ポリエステルになってて、すごいね、触り心地もいいんだよね。てか、かわいい、ドーナツ、コーヒー、豆。これ冗談抜きでマジで嬉しい。これ持ってチビオと散歩行こう。で、さらにいいのが、この端っこにゴムがついてて、
綺麗にね、折りたたむことが簡単にできるようになってるんですよ。コンパクトかつ簡単に綺麗に折りたたみました。いや、これもね、マジで嬉しい。それでは3つ目が、じゃじゃん、こちらパイクプレイスローストのレギュラーコーヒーになります。僕ね、コーヒー大好きで、もう毎日飲んでるんですよ。だからこのね、コーヒーも非常に嬉しい。そしてまだまだあります。4つ目がこちら。お、これは、お、書いてある、ライスハスクタンブラーだって。オープン。お、こちらになります。おりゃー、おーおー、これもね、いいですね。シンプルかつ使いやすいタンブラーになります。わ、結構このさ、飲み口のところの密着が強いから、漏れなそうでいいね。すんごい強い、これ。これはでかいな。こういうね、タンブラーもスターバックスのやつってね、普通に買うと高いんですよ。これも非常にいいですね。まあ、タンブラー最近ね、こう大量に持ってるんで、どれ使おうか悩みどころですけど。はい、続いてが、こちら！タンブラーになります。マイタンブラーで新年を始めようと書いてあるんですが、それではオープン。おー、あ、これもね、いいんだよね。うわ、そういえば去年の福袋開封するのもね、ちょっと思い出した。はい、じゃじゃーん。こちらになります。デザインがかわいい。いや、めっちゃ可愛くない？ここにさ、ゾウさんがいたりとか、あと植物のデザインとか、あとね、コーヒー豆だったりとか、めちゃくちゃこう可愛いね、デザインになっていますね。で、上の蓋を、お、結構強いな。カチッと開けると、あ、なんか飲み口の部分さ、なんか変わってますね。わ、すごい。なんか漏れづらそうな構造になってます。ほら。なんていうのかな。こういう風に締めると、なんか全体がこう、締まる感じなのかな。そして、中も結構入りそうなタンブラーになっていますね。いや、最近タンブラーたくさん持ってるから、うわ、いいね。そして最後がですね、じゃーん。スターバックス福袋ドリンクチケットになります。まずこちらがドリンク交換チケットになります。店内飲食だと最高671円のドリンクと交換できます。で、7枚あるので、このね、チケットだけでなんと4697円、まあ、約4700円分の価値になります。これすごいね。そしてこちらがコーヒー豆引き換えカードになりまして、好きなコーヒー豆 250g と引き換えができるというカードになります。で、スタバのコーヒー豆って1300円から2000円ぐらい、まあいろいろね、種類によって幅があるんですけど、だいたいそのぐらいなので、このチケット2枚だけでなんと安く見積もっても6500円の価値はあるっていうことなんですよね。いや、この福袋はね、やっぱりめちゃくちゃお得ですね。これは大勝利でしょう。マスオ的にはですね、やっぱりこの福袋とこのピクニックマットがめちゃくちゃ嬉しいですね。いやー、嬉しい。まあ、もちろんね、スタバのね、コーヒーが飲めるっていうチケットも当たり前に嬉しいんですけど、いやー、今年の福袋マジで嬉しいもん。ということで、スターバックスの福袋開封いかがでしたでしょうか？ね、今この動画を見て欲しいと思ってもね、なかなか福袋は手に入らないんですが、ぜひですね、来年もおそらくスターバックスはですね、抽選で福袋を販売すると思いますので、ぜひ皆さんも抽選応募してみてください。もう素晴らしいですよ、この福袋。はい、ということで、今日もね、皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひね、面白いと思っていただいたら、チャンネル登録、グッドボタンもお願いできると嬉しいかなと思います。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。